みんなとメイクもさ、いつも合わせてんの？FNS の時はメイクさんが入ってくださって、みんななんか同じ感じのメイクにしてもらいました。色味、肌の色味とか、アイメイクとかは割とみんな自分だよね。うん、アイメイクは自分。肌とかリップとか。キアラ危ないとこだったよね。ん？出しすぎ。それキアタン、それじゃ私ダメだよって言われました。キアラちゃんストップかかるよ。どうしようこの手。何ですか？こういうの。キラキラしすぎ。ごめんなさいっていう顔で。でもいつもよりかは。でもいつもよりかはみたいな。そういうのは入ります。それの基本自分たちで。リサとかも昔そうだったよね。チークもリップも濃すぎって言われてた。リサちゃんもリップが印象的だった。うん、ぶち塗るんだよって言ってもぶち塗るって、しょうこもぶち塗りなって言われてもおもろいリサちゃん。私は止められたことない。止められない。なんかマイカちゃん、ショコちゃん、ひとみちゃんとかは絶対に止められないって。うん。ナチュラル。ナチュラル。なんなら素材くしメイク。ちょっと前とか何年か前はもうちょっと濃くしたらって言われてた。みんながピンクすぎるって言われてた。確かに。あの時さ、ピンクガムって思った。私だけ多分ピンクも何もブラウンみたいな感じだったから。今のジョイちゃんがそうだよね。ジョイちゃん、コマちゃんとか、もうスピンみたいな。でも可愛いのよ。本当に可愛いから、なんかもう素材、なんかこんな濃い化粧しなくても、もう可愛いのよ。すごいよね、それで。すごい。本当にすごい。どん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 。なんか持っちゃうんだから。生きてるだけで、もう可愛いが溢れてるの、チョコラー中に。ね、すごい。前シャドウ塗ったって聞かれるんだから、ミクさんに。塗りましたって言うんだよ。かわいい。かわいいよ。前会った時もなんか、あ、お疲れ様ですって、うん、かわいいって。アリスちゃんも薄いよね。うん、すごいよね。メイクしてるのって思う、毎回 SNS 見て。アリスちゃんは肌がキアラ、似てない肌の感じ。嘘、似てると思った。似てる。一生ニキビできないんだろうなみたいな肌。アリスちゃんは確かになんか本当に初めて会った時はなんか妖精、うん、天使が立ってる。しかもなんか光に照らされてたんですよ、その時。太陽の光にファーって照らされてて、髪の毛がわーってなってて、天使ってなってもうなんかえぇ、ー、みたいな、なんか一人で騒いじゃって。すごいよね、本当に。天使がいました。赤ちゃん肌、そうそうそう、赤ちゃん肌、すべすばすべすべす肌みたいすべそう感じ。なんかこの間保険証落として、え、警察署まで遊びに行ったの。保険証落として警察署に遊びに行った方が隣にいます。じゃあ歩いて行ったの。歩いて行ったんだけど、18歳です。18歳から行ってます。警察に遊びに行けない。もうすぎ、パワーワード、パワーワードすぎる、本当に。